持ちになれれば、そう考えがちじゃないですか。15年間世界を6周も回り続け、旅し続け、分かったことあるんです。ハッピーはお金持ちじゃなく、ある思考方法でなれるんだって。もっとハッピーになりたい人、はーい、手を挙げてください。これ手を挙げてください。ありがとうございます。世界へ出てハッピーのヒントを探しちゃおう。ありがとうございます。国連が幸福度っていうのを作ってます。幸福度ランキング、僕トップ30カ国はほぼ訪問してます。157カ国中53位の国へ僕行ってみたんです。日本って国です。久々に戻ってきた時、成田で空港から電車に乗った時に感じたことです。葬式かここ。全然ハッピーそうに感じないんです。でもね、僕日本をずっと出てたんで、外に出ると日本の素敵なところって気づきやすいんです。日本の素敵なとこ、15年かけて分かったことを4点シェアさせてください。まず1点目、治安がいい。生きていく上で一番大事なのは治安です。これダントツに大事です。治安がいいと何でもできます。そして例えば深夜に少女がコンビニに行ける、これ世界の大都市ではありえないようなことです。それくらい日本って素晴らしい国、素敵な国なんです。2つ目、自己中な人が少ない。自己中な人が多いと犬の糞がそこら中にあります。自分は、いやそうなんですよ、自分は踏みたくないのに拾わない。自分がされたくないことをしてしまう、そういう人が海外は割合的に多く、日本は少ない。それだけ国民性素敵なんです。3つ目、改善力。例えばラーメンとかカレー、これもともと中国、インドから来たものです。でも日本の料理人が改善に改善に改善を重ねて、すごい美味しくして、例えば今中国人、華僑と言われる世界中にいる方は、日本人のラーメン屋のところ大行列です、そして4つ目、生活が便利、食が豊かです。資本主義で勝ってる国はいろんな食が世界中から入ってきます。そしてコンビニ、ずっと開けてくださってます。ヨーロッパだと宗教上の理由で日曜日は閉まってるところとか多いです、お店がですね。でそしてトイレ、公衆トイレも欧米ではあまりありません。日本はトップ 5% の素敵なところに僕は入るって考えてます。これ結構自信あります。でもハッピー層に感じれないんです。全然感じない。世界の視野から分析を3つさせてもらいます。まず1つ目、各国はメディアや世間体に洗脳されてます。メディア、特にメディアです。ネガティブなニュースを出すほど視聴率が上がります。そうすると真面目な人、真面目な国ほどニュースを見てネガティブに洗脳されてしまうんです。例えば日本治安が悪い、皆さん思うかもしれません。でも世界から見たらめちゃくちゃいいですから、治安。2つ目、ハッピーとお金についてです。僕の大学時代もそうだったんですけど、お金をどうしても取りがちになってしまうんです。お金に執着しすぎると人生、お金を得るためだけに浪費してしまいます。日本はお金に縛られすぎなんです。世界の人はもっと自分のハッピーに縛られてるんです。3つ目、例えば臭いところに行ったとしても3分で慣れて麻痺するって言われてます。同じように素敵な環境にいても慣れて僕ら麻痺しちゃってるんです。今ハッピーレベル低い、マイナスなところからゼロに持ってきます。ハッピーレベル全編不満についてです。ドゥーン、じゃあ次かな。メキシコ住みましたよ。オラコメスタ、アミゴ。アミゴ少年が今一緒に信号待ちしてます。で僕、次の瞬間、僕の人生の中で本当に一番くらいびっくりした出来事が起こったんです。バン、何が起こったの、この少年どうしちゃったの。車に飛び乗ったんです。当たり屋かって思ったんです。違うんです、この少年赤信号で止まる車の窓を拭いて2ペソ、約その当時20円をいただくお仕事を学校にも
輸血されてるんです。世界では2億人の子供が働いています。1億人の子供がストリートチルドレンです。もしあなたがこのメキシコ君の弟や妹なら、学校へも行けず信号で止まる窓を拭いて育ってました。あなたにも可能性あった生き方なんです。それならあなたの今の不満も可能性あった不満から捉えてほしいんです。あなたの不満をこのメキシコ君に聞いてみて。例えば僕、もし僕が不満を聞いたとしたら、ふぇっ、じいさん、そんなの不満言うてん、甘っちょろ、言われるような不満ばっかりなんです、僕の場合。そして旅人もよく言います。世界へ出たら自分の不満なんてちっぽけだった。みんなが言うってことはそれ正しいんです。僕ら日本人の不満ってすごいちっぽけなものが世界と比べたら多いんです。彼、メキシコ君も納得いく不満が世界での不満になります。メキシコ君が不満と感じないような不満、今不満ある方イメージしてください。不満ある方イメージしてください。いいですか？不満ぽいぽい。今笑っていただきましたね。これ復唱してもらいます。いきますよ。不満ぽいぽい。もう結構いい感じで、もう一回いこう。もう一個、もうね、本当に不満これ言ったら全部消えるような感じ。不満ぽいぽい。ぽいぽい。てってれー。もうこれで誰も不満ないですよ。ありがとうございます。今不満はゼロになりました。こっからプラスに持ってきますよ。ハッピーレベル後編、思考についてです。ブーン。はい、スペイン来ました。オラコメスタッフと同じスペイン語です。世界のじゃあどんなシーンでハッピーって感じたのって。僕ね、世界中のお祭り行ってます。それはハッピーって感じるからなんです。これ例えばスペインのトマト祭りです。トマトを投げ合うために世界中のハイテンションな人たちが集まるって言われてる、ちょっとおバカなお祭りです。でもね、トマト投げられるじゃないですか。痛いんですよ。痛いけどハッピーなんです。まあ、僕ちなみにド M じゃないですからね。ド M じゃないです。でも痛いけどハッピー。お祭り、世界中のお祭りってそんな感じでハッピーをいっぱいいただけるんです。そしてこれはオーストリア、スポーツはさらに感動すらいただける、オーストリアでヨーロッパの国別対抗のサッカーの大会やってたんです。で、終了間際にたまたま同点に追いついただけです。それだけですよ。それだけなのにオーストリア市民がブワー街に出てオーストリアーオーストリアーやりだすんですよ。で、僕電車乗ってたんです。いやいやいやってやるから電車が揺れで電車動かないんですよ。電車動かないってちょっとって思うじゃないですか。そんなことないです。ハッピーなんで、みんなもうすごい気持ちいいんです、電車動かなくても。そしてエンターテインメントの街、ラスベガス、アメリカでは何かあったら大きいでラスベガスへ行こうぜって言われます。例えば21歳になったらカジノに入れる年になるから親族でみんなで行こうって言います。恋愛したら、失恋したら、結婚したら、結婚する前の若騒ぎ、すべて何か理由をつけて GoTo ベガス、ベガスに行こうぜなんです。そうするとですね、ベガスで何が起こるかっていうと、もう着いた瞬間からみんなニッコニコなんです。世界で一番スマイルの多い通り、これがラスベガスのダウンタウンになります。スマイルの洪水を浴びるとめちゃくちゃハッピーな気持ちになります。そしてラスベガスといえばカジノになります。カジノで1日いると遠くからアガマネアガマネアガマネアガタアガタって大きい声が聞こえてくるんです。で、300円入れたら30億円当たるスロットマシンとかあります、ラスベガス。だからみんな野次馬見に行く。それ見たいじゃないですか、30億円当たったシーンを。そしてハマチガマネ、野次馬がいくら当たったのを言います。そうすると常にドヤ顔です。ドヤ顔で20ダラ2000円。え、なんか文句ある？皆さん。僕、ハッピーなの。じゃ。おい、じゃじゃねえよと。こんだけ人集めて、たかが2000円のために、こんなに大騒ぎしたの？思うじゃないですか。違うんです。この世界中のハッピーな人たちは、マイナス思考、プラス思考、その上にさらなる思考をお持ちだったんです。今日はハッピーになりたい人へシェアしに来ました。ドラムロールお願いします。ありがとうございます。じゃん、ハッピー思考。これちょっとずれてるけど許してくださいね。何かというと、
が半分入ってます。前田志向の人は半分しか入ってないな。プラス志向の人は半分も入ってる。じゃあハッピー志向の人は、やばっ、マジっすか、素敵。これくらいのテンションでいくんです。これも今ね、みんなボーっとしますから復唱してもらいますよ。たかがコップに水が半分入ってるだけなのに、やばっ、もっともっともっと、もうね、やばく、もっと気持ちよくせーの、やっば、やっば、ありがとうございます。マジっすか、マジっすか、素敵素敵、ありがとうございます。ハッピー思考の基本をお伝えします。今どうすればもっとハッピーになれるかなって考えて行動していくんです。てんてん、問題です。ふっふー、ラスベガスでいきなり声かけられました。後ろ振り向いても誰もいないんです。自分に声かけられてるんです。あなたならどうする？てれんてれんてれん、三択で挙手をお願いします。戦う、呪文、逃げる、考えてください。てれん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 、いきます。戦うっていう人、おー、戦う人いる。呪文っていう人、おお、結構いますね、逆にすげえ。逃げるっていう人、おお、そうですよね。僕ね、夫婦を本当毎月言われる感じなんですよ。で、本当初め戸惑ってたんです。夫婦を言われた時にハッピーな思考の人たちは呪文、ふっふーで返してくるんです。って思うじゃないですか。これが、あの、ラスベガス流です。ハッピー流です。そしてハイタッチをして何事もなかったように分かれていくんです。意味わかんないじゃないですか。でもこういうことをするのがハッピーな思考の人たちの動き方です。ハッピー思考のコツを3つお伝えします。まず1つ目、拡大解釈。小さなハッピーを大きく感じる心になります。例えば1円をスロットマシンや自動販売機に入れたとき、2000円出てきたらやっばじゃないですか。嬉しくないですか。そんな気持ちで2万円とか200万円出たくらいの気持ちで喜ぶ心が大事です。2つ目言います。ハッピーメガネ。これは何かっていうと、世界で大変な暮らしをされる方いっぱいいます。その方たちはハッピーのかけらを探してハッピーになって生きてるんです。僕らもハッピーのかけらを探すために、ハッピーメガネ、はい、これつけてください。皆さん手で、今手でハッピーメガネをつけてください。ありがとうございます。みんなやってください。何か楽しいことないかなって探していくんです。マジっすか、この会場にいるあの話してるの虹色の T シャツどこで売ってんとかとかですね。街を歩くとき、なんか小さなお花とか素敵な看板とか素敵を探してください。世の中のすべてのものは誰かの素敵で成り立ってますから。3つ目、大げさなリアクションしてほしいです。いつもより大げさだけでいいんですけど、コップに水が半分入ってます。さっき言いましたね。今僕らモロッコの砂漠に来てます。僕のせいで丸2日間遭難して、水が飲めてません、喉カラカラです。そこにコップが水が半分入ってる、素敵じゃないですか。ですよね。そんな気持ちで大げさなリアクションをいつもよりしていくと、もっとハッピーになれるんです。まとめさせてください。コップに水が半分入ってるとは一緒の事象なんです。要は心の持ちようなんです。捉え方次第でハッピーってなれちゃうんです。でて、自分がハッピーかはじゃあ誰が決めるのってことです。国連なの、周りの人なの、人との比較なの。ハッピーとは自分の心だけが決めれるんです。他人じゃ決めれないんです。本当は今ハッピーかも、そう感じてもらえたらどんな環境だろうがもうハッピー決定なんです。世界中のハッピーな人たちがこのハッピー思考を持ってました。あなたもハッピー思考さえ持てればハッピーになれちゃうんです。日本という素敵な環境に慣れた自分を本当はハッピーと再認識してほしいです。だって世界には紛争とかで自分の心だけではハッピーって感じにくい人たちがいっぱいいらっしゃるんです。ストリートチルドレンだけで1億人もいるんですよ。ハッピーじゃなければハッピーじゃない、ハッピーになりにくい人へなんか手を差し伸べるって難しいことなんです。僕らがハッピーになれるならハッピーにてってね、なっちゃってハッピーになりにくい人へ手を差し伸べていく。これが僕が15年世界を旅して分かった日本が世界へすべきことなんです。僕
10個以上のボランティアのプロジェクトを協力させていただいています。こちらはカンボジアからいただいた賞状になります。僕らが何か他の人へ素敵なもの、ハッピーなことをプレゼントしたら、それ以上のハッピーなこと、ハッピーな気持ちが自分に必ず返ってきます。これボランティアされた方だったら感じたことあると思いますし、もしボランティアされたことなかったら、ぜひ何かのチャンス、タイミングの時にしてみてください。ボランティア、この気持ちすごいわかると思います。ぜひハッピー思考で一緒にハッピーに、それが世界をもハッピーにしていくヒントなんです。一緒に自分を、世界をハッピーにしちゃおうって人、はーい、これ手挙げてください。これ手挙げて、ありがとうございます。みんな手挙げてくださった。ラスト、ハッピーへの復唱で締めたいと思います。やっばやっば、マジっすか、マジっすか、素敵素敵。もうこれでてってれー、みんなハッピーになりました。ご清聴ありがとうございました。